イヌイット語の分布と方言イヌイット語は北、アメリカ国家北部のグリーンランド、カナダ、アラスカ島に住むエスキモー系民族、イヌイットの固有言語である。社会言語学的な分類として、カナダのイヌクティクット語とグリーンランドのグリーンランド語に分けられる。ただし、イヌイット語内の多様性は大きいものの、国境の両側で特に大きな違いがあるわけではない。かつては多少の エスキモーが使われたが、現在特にカナダのイヌイットはこの呼び方を嫌い、イヌイットというのが普通になっている。イヌイットは一民族の名であり、アラスカのユピックなど他の民族は、イヌイットと自称することは、決してない。アラスカでは、イヌイットも他の民族も従来通り、エスキモーと自称している。イヌイット語は、エスキモーアレウト語族に属し、アラスカ西部やチュコと半島のユピック語に近い。 言語である。イヌイット語とエスキモー語は混用されることもあるが、エスキモー語というのは、イヌイット語、ユピック語など、複数の言語の総称であり、エスキモー諸語とも言う。イヌイット語もいくつかの方言からなり、これらを別の言語とみなすこともでき、イヌイット諸語とも言う。離れた地方では互いに理解できないこともあるが、違いは連続的で明確に分類できるものではない。話者は、 グリーンランドで5万2000人、カナダで3万人、アラスカで3400人、ロシアで450人、他にデンマーク本国など全世界で9万人ほどと見積もられている。アラスカエスキモウでもイヌイット語を話さなくなった人が多く、ロシアではさらに減少しつつあり、消滅が危惧される。上記のように、グリーンランドとカナダでは一部方言が紅葉語とされ、 部族単位で教育も行われている。一般的には、ラテン文字で表記されるが、カナダでは独自のカナダ先住民文字が使われている。イヌイット語は、エスキモ・アレウト語族に属し、ユピック語と近く、また、アレウト語ともやや遠い関係にある。この語族は、アメリカ・インディアン諸語とは全く異なり、シベリア方面の言語と関係があるとの説もあるが、証明されたものではない。 エスキモーはベイリング海峡周辺を厳住地として東へ移動したと考えられており、イヌイット語はこの方面で話される、ユピック語から分化したとの考えもある。グリーンランドではバイキングが入植した13世紀には、すでにイヌイット語が話されていた。母音は、基本的には、A、I、U の3つで、長短の区別がある。音節は CVC 型で、 長母音は二ーラとして扱われる。文法的には典型的な複統合語として知られる。これは一つの文に相当する意味が様々な切字として動詞の中に含まれて表現される性質である。また、脳格言語である。これらはエスキモ・アレウト語族の基本的性格と考えられるが、アレウト語では複統合性はかなり退化している。複統語語は、 抗議の法語語に含まれる。協議の法語語は多数の節字により意味論的な派生を行う言語を言うが、イヌイット語はこれには当てはまらず、あくまで副統合語である。ありがとうございます。